様こんにちは。今日の天気203回目です。ありがとうございます。なんとなく200とやると3回目って言ってなんかこう手が腰にいっちゃうんですけど、これもしかしたらケイシー選挙中だからかもしれませんね。先週もお送りしましたが、まだ今山梨県知事選挙の真っ只中です。で、どこにも書いてありませんね、残念ながらここに書いてありました。山梨県知事選挙行われております。宮川紀子は長崎幸太郎を応援しております。皆さんにも長崎幸太郎を応援していただきたいとお願いをしながら毎日山梨県内を走っているわけなんですが、皆さんこう選挙をやったことがない人にとってみると、なんであんな大きい声で話してんだとか力んじゃってとか思うと思うんですが、まあ気合が入れば入るほどなんとなくこう声が大きくなっちゃったりがなってしまったり、まあいろんなことがあるんですけれど、まずはですね、この選挙期間中っていうのは候補者が元気だということを見せる、そして端的に車が2台3台ポッ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 って通っただけでも、あ、この候補者は何をやりたいのかっていうのが分かるような話し方っていうのをしなきゃいけないんです。で、私の場合、まあそれぞれ皆さん選挙のスタイルがあるんですよね。で、宮川の場合は昼休み以外はほとんど休憩なし、そしてほぼ走ってるということで、これがびっくりなことに一番最初の参議院選挙は17日間、しかも7月の真ん中だったのでとても暑かったんですね。おかげさまで17日間で12キロ痩せたんですよ。ものすごい食べるんですよ、選挙中ってお腹すくので。私はもう選挙の必需品って言ったらこんにゃくゼリーのぶどう味、これが乗ってないと私死にます、多分1日で。で、お腹空いてきたらうぐいすさんがはいって言ってこう候補って言って出してくれてですね、それを一人でこうありがとうございますとか言いながらこう食べてるんですが、まあ今は喉に詰まらないようにクラッシュ系のやつを食べてますけれども、とにかくなんかお腹がねすぐにすくんですよ。だから昼ご飯、まあ遊説の時ってですね、こうみんなでパーッと丼飯食べていくぞみたいなところがあるんですけれど、選挙はやっぱり勝たないと意味がないじゃないですか。そうするとですね、お昼ご飯ほとんどカツなんですね。カツ丼に始まり、まあ、丼物の方が一杯で終わるからっていうのもありますけど、とんかつ、そして何もあげなくていいのになんかお肉類をとにかくカツにすると。だからとんかつ、牛かつ、鶏かつ、カツ丼みたいな。で、一番すごい日はカツ丼4連チャンという日もありましたね。で、しかもお店の方が気合い入れてくださるんで、すっごいお米の量なんですよ。で、すっごい大きいカツなんですよ。また今日カツか。でもな、これを食べるのと食べないのとでは大きな差だぞと思ったり、時折なんか上品にお寿司が出てきたりですね。まあ山梨県はお寿司屋さんの数人口10万人あたり全国ナンバーワンですから、あちらこちらにお寿司屋さんがあるんですが、地域地域で遊説を引き継いだりするときにたまたまお寿司屋さんがいい場所にあると、じゃあ今日は昼は寿司だとかってこうなったりするんですが、まあただほとんどの場合はカツ丼が多いです。前々回の私の選挙のときにはカツ丼はちょっと重たすぎると、カツ丼じゃないものにぜひしてくれと言ったらですね、ハムカツ丼だったと。あんまり変わんないんですよね。重たいって言ってる意味は、分厚い豚肉が重たいとかじゃなくてですね、揚げ物が重いんですよ。その後ずっとすぐ走んなきゃいけないので、ハムカツじゃないんだよなとかって思いながら、なかなかこの意思疎通をするのが難しいんです、選挙というのは。まあでも、今日が、1月の22日ですから、あと5日間しかありませんので、一生懸命最後まで戦っていきたいと思います。そして長崎幸太郎が新知事になった暁にはぜひ皆さんに報告をしたいと思っております。
1月の29日の放送を楽しみにしていてください。私がこう、モザイクのように出てきたら負けたんだと。で、元気よく出てきたら勝ったんだと。皆さんに報告ができればいいなと思っております。それでですね、今日はせっかくですから、ちょっと選挙について皆さんに一緒に考えてもらいたいなと思うんです。選挙で大切なことというのがあるんですが、まずもうこの部屋には私とケイシしかいないんで、私とケイシとビデオカメラが2つあるだけなので、ケイシに伺いますが、選挙で大切なこと、ケイシが考える選挙で大切なことっていうのは何でしょうか？今一緒に書いてますよ。投票に行く。そうですね、有権者の皆様の立場からしたら、ちゃんと投票に行くってことがこれ重要ですね。ケイシは選挙権をいただいてからまだ10年ぐらいですか？もうちょっとあるかな。宮川よりももうちょっと、何年ぐらいでしょう。あれから40年ということだそうです。すごいですね。40年間で投票に行かなかったことって何回ぐらいありますか？ゼロ。素晴らしい。じゃあもう本当に市議会議員選挙やら、その県議選や首長選、国政の選挙、そういうところは全部行ってると。いやー、まあこれね、本当にそうだと思うんです。とにかく皆さん、前にもこの番組で私お話ししたと思うんですが、どうせ私が一票入れたって、この一票で何が変わるわけじゃないって皆さん思うと思うんですね。そうじゃないんです。選挙をやってる側の私から申し上げれば、その一票が自分の評価なので、例えば、宮川のり子1万、この前の私が、コスタリカではなくてやった選挙が10万1026票取ったんですね。で、じゃあ宮川紀子当選10万1025票だったとします。小選挙区で当選しても、自分の得票が落ちてる、1票でも10万1026票だったのが10万1025票になったと言ったら、この一人は圧倒的に絶対宮川に入れないぞという人だったはずだと。で、普通宮川のる子に入れた10万1026票の上乗せをしていくのが選挙なんですよね。ですから、今まで応援していなかった人も入って、例えば12万、11万票になったとか12万票になったっていうのが、これが政治家の仕事なわけなんですが、増えもしないし、1票減ってるっていうと、ものすごく気にします。なんかこの自分のこれまでの前の選挙からの活動が悪かったのかなっていうことも、ものすごく気にするんです。あともう一つ見ているのは、白票と無効票です。白票というのは、投票用紙に名前を書かずに投函することというか、投票箱に入れること。そして、無効票というのは、例えば、宮川紀子と鈴木太郎と山本一郎という人が出たとして、で、それ以外の、人の名前を書く、山田太郎とかっていうのは、この3人の中にはやってほしい人がいませんよって意味なんですよね。ですから、もし皆さんが今出ている4人の候補以外にこの人にやってほしいという方がいたら、それを書いて出したって別にそれも投票なんです。無効という投票。つまり、選べませんという投票。で、そして、白票は名前を書く人がいませんということですから、白票が多い選挙っていうのは、つまり誰も選ばれてないんですね。投票した方たちの中から、その票で選ばれるということはあっても、その全部の県民から選ばれてるわけではないということがよく伝わるんです。ですから皆さん、自分の票で変わるなんて思っていない、私なんか行かなくてもいい、俺の一票が何の役に立つんだと思ってる人はぜひ行って、選びたい人がいるならその人に投票してください。
選びたくない人がいるんだったら白票を投じてください。そうやっていかないと皆さんがこの選挙に対して何を思っていたかが分からなくなります。ですからぜひ白票でもいいので投票をしていただきたいと思います。ただ一つ注意しなきゃいけないのは、無効票の中には他事記載、他のことを記載するという、他事記載のものは一票として認めないというふうになってます。まあこれは例えば宮川紀子って書いてあるその票があったとして、それに頑張れ宮川紀子って書いたとか、宮川紀子ハートとか、必勝宮川紀子とかって書いたら、絶対的に宮川紀子に票を入れてるっていうのが分かっても、これは無効票になります。私は他事記載で本当に多くの票を失いました。あの一番最初の選挙で、一番多かったところには8000票あったと聞いてます。それを足せばですよ、足せば間違いなく自分が勝っていたというふうには思ってるんですが、ただそれはルールを私もちゃんと皆さんに説明しなかった、そして枠にはみ出るぐらい書いちゃうぐらい応援してる方がいたということですから、私は選挙の結果遺憾ではなくて本当にありがたいことだったなと、自分にも大きな勉強になりました。ですから他事記載はいけませんが、どうか白票でもいいので投じに行ってください。まさに啓示が言うように、有権者の皆様の立場で一番重要なのは投票に行っていただくことです。そして誰かを選ぶんだったら選んでいただく、そして選ぶ人がいないんだったら堂々と白票を投じてきてほしいと思います。選挙管理委員会の人たちがいて投票用紙をこうピーッともらうと思うんですが、そしたらその場で折って投票箱に入れてきてください。それが皆様の意思だと思っています。ですから私は自分の選挙の時に一番最初に見るのは無効票と白票がどのくらいあったか、それがまず自分の置かれている立場に対するバロメーターだなというふうに思っています。それでは後半はちょっと啓示とやり取りをしながら、選挙で大切なことということを引き続き話してみたいと思います。これはどちらかというと候補者の側から見た視点をちょっと皆さんと共有していきたいと思います。それでは後半に移ります。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、西橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。